木崎はひなを殺していなかったのかもしれません。どうも皆さん、チャオモカです。ということで今回は竹道のタイムリープについてお話をしていきたいなと思います。今回の271話でタイムリープの力が継承されるということが判明してきたわけなんですけど、このタイムリープの力が受け継がれていくっていう部分に関しては前も動画を出していて、そこでは前のタイムリーパーが次のタイムリーパーを殺すことによって譲ることができるのではないのかっていう話をしていたんですが、今回新一郎くんが行っていたのは前のタイムリーパーを殺して奪うっていう展開だったんですよね。でもおっさんが譲ろうと思えば譲れるっていうことを言っていたので、タイムリープの力は奪う方法と譲る方法がある。でも新一郎くんはそのうちの奪う方を選んだということで、おっさんを殺して力を奪っている。それによって気になってくるのが、竹道はどうやってタイムリープの力を手に入れたのかっていうところで、ここに関してもね、いろいろとコメントをいただいているわけなんですけど、竹道がじゃあ誰かを殺したのかっていうね、そういったところが気になっているような部分でもあるし、譲られているとしたら誰から譲られたのかっていうところですよね。今まで描かれている部分的には、新一郎くんは2003年に死亡している。じゃあ新一郎くんが竹道に譲ったのではないのであれば、誰か別の人物を一旦経由して竹道まで来ているっていう風になるんですけど、じゃあそれが誰なのかっていうので、新一郎くんを殺したカズトラに移って、カズトラから竹道に行ったのかっていう、そういった風にもなってきますし、コメントでいただいたのが、新一郎くんからカズトラに移って、カズトラが少年院に行っている時に、あっくんは清正を指して少年院に入っているから、あっくんに移って、あっくんが竹道を突き落とした時に竹道に移ったみたいな、そういったようなコメントとかもね、いただいたわけなんですけど、今回話していきたいのは、この竹道にタイムリープの力を譲った人物、ここに関しては今僕2人考えていて、1人目はやはり前々から言っている新一郎くんになっているんですけど、新一郎くんって2003年で命を落としているってなってるんですが、1話の未来では実は新一郎くんはまだ生きていて、未来で竹道にタイムリープの力を譲った。タイムリープの力を譲る時っていうのは、元のタイムリーパーは死んでしまうんじゃないのかって話もしていたので、次の世界線に竹道が行った時に新一郎くんは過去で命を落としてしまっているっていう、そういった風になっていたのではないのかって話をしていたんですよね。そして今回メインで話していきたいのは2人目の方になってくるんですけど、最終章、最終決戦、そしてあの日の出来事にかなり関わっているであろう人物、それがまさにサンズ・ハルチオなんですよね。サンズといえば、最終決戦での戦術への発言っていうので、あの日何があったか、てめえは何も分かってねえっていう発言と、お前がやったことはきっかけに過ぎねえっていう、この2つの発言があったんですよ。でこれがサンズは最初の世界戦のことを知っているからこその発言なのではないのかって話をしていたんですが、最初の世界戦のことを自分の記憶として持っている人物って、トリガーかタイムリーパーかどっちかなんですよね。っていうので、サンズがトリガーの可能性が高くなってくるんじゃないのかっていうことを話していたわけなんですけど、今回の271話でもサンズが新一郎くんが飛び降りるところに居合わせているっていうので、濁流の川に新一郎くんが飛び込んでいるわけですよ。この川に飛び込んでいるっていう部分で考えてみれば、サンズの名前のね、このサンズっていうところと川が繋がってくるようなところでもあるので、やっぱりサンズは全てを知っていたのではないのかっていうふうに考えることもできますし、だからこそそこも繋がってサンズがトリガーなのではないのかっていうふうに考えるかもしれないですけど、一つ気になるのは、新一郎くんは今回一発目であの日に帰っているんですよ。ちょうどあの日に帰っているっていうことは、前準備もできずにマイキーのことを止めないといけないわけですよ。もちろん階段から落ちるのを止めるだけじゃないのっていう風になるかもしれないですけど、あの日に直接帰ってしまった新一郎くんは、もう失敗が絶対できない状態にあるわけです。マイキーが階段から落ちてしまった時点でアウトになっていて、そっから未来にもう一回戻ったところで、それよりも前に戻ることはできなくなるわけですよ。新一郎くんは2004年の7月30日から2000年の7月30日にタイムリープをしたっていうのがあるので、ここから1日でも過ぎた時点で2000年の7月30日には変えることができない。そうなってきた場合に、失敗したらどうするのってなるわけなんですよね。サンズがただのトリガーだった場合に、気になってくるのは、書き換えられた後の世界戦でのあの日の出来事でサンズが口を裂かれて笑っていた理由ですよ。マイキーのことを救えたからサンズは笑ったのではないのか。最初の世界戦でマイキーが植物状態になってしまっていた、
ました。それを変えることができたから笑ってたんじゃないのかっていう、そういったコメントも多くいただいているところではあるので、サンズは最初の世界戦のことを詳しく知っている可能性が出てくるんですよね。それってトリガーだと難しいことだと思うんですよ。ナオトのことを考えてみても、未来のナオトは全てを知っている。過去に起きたことを自分の経験として記憶に残している。そして書き換えられた後の世界戦と書き換えられる前の世界戦の記憶を両方持っているのは未来のナオトなんですよ。でも過去のナオトはトリガーではあるけど、前の世界戦に何があったのかっていうのは分かっていないんですよね。そうなってくると、サンズがトリガーになっているとしても、書き換えられた世界戦と書き換えられる前の世界戦を知っているのは2004年のサンズになるはずなんですよ。そうなってくると、2000年のサンズは元の世界戦のことは知らない。それなのに全てを知っているかのような行動をとっているということは、サンズ自身もタイムリープをしていたのではないのかっていうふうに思うんですよね。じゃあどうやってサンズはタイムリープをしたのかっていうところで、新一郎くんからタイムリープの力を譲られていたのではないのか。じゃあなぜ新一郎くんはサンズに力を譲っていったのか。気になってくるのが、おっさんが言っていた呪いですよ。このタイムリープの力をもらう方法は、奪う方法と譲ってもらう方法があるんですけど、おそらく奪った場合のみ呪いがかかってしまうと思うんですよ。それがまさしくマイキーが持ってしまった黒い衝動だったりとか、新一郎くん自身が同じ方法で死んでしまっているっていうとことつながってくるような感じはするんですけど、新一郎くんがそれを理解していたのだとすれば、このままだとマイキーが呪われるからサンズに力を譲った。そして力を譲られたサンズだからこそ、マイキーのことを呪われずに救うことができるのではないのかっていうふうに思うんですよ。そう考えてみると、今回新一郎くんはあの日に帰っているわけなんですけど、もしかすると新一郎くんはこの日助けることができずに、マイキーは再び植物状態になってしまったのではないのか。やっぱり竹道のことを考えてみても、何回かヒナを救おうとするわけなんですけど、結局未来でもう一回ヒナが死んでしまうんですよ。そうなってくると、新一郎くんも一回でマイキーのことを救えるとは限らないんですよ。ただマイキーが植物状態になってしまったら、それ以降の出来事を変えたとしても、マイキーのことを救うことができない。だからこそ、自分ではなく、もう一回あの日に戻れる人物にタイムリープの力を譲らないといけない。その時に選んだのがサンズだったのではないのか。やっぱりサンズに関してはマイキーのことを大事にしていた。それを新一郎くんは知っていたわけですよ。サンズが少年院に入っていた理由も、マイキーの悪口を言われたからサンズが怒っていた。そのことを新一郎くんはハルチオらしいっていうことを言っていたので、サンズならマイキーのことを救ってくれるんじゃないのかっていうふうに新一郎くん考えたと思うんですよ。だからこそ新一郎くんは、おっさんが言っていた譲ろうと思ったら譲れるっていう話を思い出して、この力をサンズが自分を殺すことによって奪わせるのではなくて、自分が譲ることによってサンズをタイムリーパーにして、サンズにマイキーを救ってもらおうと考えたのではないのか。そうなってくると、新一郎くんからタイムリープの力を託されたサンズがタイムリープをして、あの日のマイキーを助けていく。それによってマイキーが植物状態になるということが回避されたのではないのかっていうふうに思うんですよね。じゃあ今回の本題である、竹道にタイムリープの力を譲った人物、それがサンズになってくるのではないのかっていうふうになるわけなんですが、なんでサンズが竹道に力を譲る必要があったのかっていうところですよね。新一郎くんの場合はマイキーを救えるかもしれないっていうので竹道に託した可能性はあるんですけど、ここがまさに未来でヒナが殺され続けていた理由に繋がってくると思うんですよ。一応今までの展開ではキサキが未来でヒナを殺したっていう風になっていましたけど、キサキがヒナを殺す必要ってやっぱりないわけなんですよ。竹道のことを殺そうとするのはまだわかるんですけど、竹道のことを殺してヒナを奪っていく、そういった考えをキサキが持っているなら竹道のことを殺そうとするっていうのはわかるんですが、竹道を殺してから、竹道がいない存在になってからもう一回ヒナに告白をする、この展開の方がそれっぽいのに、毎回竹道より先にヒナが死んでるんですよ。そうなってくると、この順序を考えてみた時に、ヒナを殺していたのは実はキサキではなくサンズだったのではないのかっていう風に思うんですよね。もちろんサンズが直接手を下しているわけではなくて、別の人物に頼んで命令をして殺しているっていう風になると思いますけど、竹道がタイムリープをした理由っていうのはヒナを救うためだったわけですよ。この誰かを救いたい、あの頃に戻りたいっていうその気持ちがあるからこそ、竹道はタイムリーパーになったんですよ。じゃあ未来のことを考えてみると、マイキーはもう植物状態じゃなくなっているから生きていた。そして犯罪組織となった東京卍会のトップにマイキーはいたんですけど、その隣にいたのはキサキだったんですよね。サンズからするとやっぱりこのキサキという存在は
邪魔だったはずなんですよ。マイキーのそばにいたい、マイキーを支えるのは自分だっていう風にサンズは考えていたはずなんですよ。その結果やっぱり出来上がったのがボンテンティフになってくるとは思うので、サンズはキサキのことを排除したかった。じゃあサンズ自身がタイムリーパーなのであれば、自分が過去に戻ってキサキをどっかやったらいいやんっていう風になるかもしれないですけど、サンズがタイムリーパーになった理由っていうのはマイキーを救うためだったんですよね。そうなってくると、マイキーを救うために使っていたトリガーもマイキーが救われていることによってトリガーの役目を終えていた。そうなってくればトリガーがいないサンズはタイムリープをすることができない。あの時の未来でキサキのことを排除したいと思っていた人物がサンズの周りにいなかったのであれば、サンズが過去に戻るっていうことができない状態になっているんですよね。それがまさに今回のおっさんと同じような状態になっているんですけど、トリガーがいないから今は過去に戻れない。そうなってくると別の人物にタイムリープをさせる。そしてその人物がキサキを排除してくれるような存在にすれば、自分が邪魔だと思っているキサキを排除してくれるかもしれない。そうなってくればキサキと因縁があるであろうタケミチですよ。キサキはヒナのことが好きで、過去にヒナと付き合っていたタケミチ、このタケミチのことをキサキは憧れていたけど消したいとも思っていた。そうなってくるとこの3人の関係をサンズが使うことによってキサキを排除しようと考えたのではないのかっていう風に思うんですよね。そのためにタケミチをタイムリーパーにしないといけない。そうなってくるとタケミチが助けたい存在を作る必要があるっていうので、ヒナのことを殺したのではないのか。ヒナを失ったことでタケミチは最初の世界戦での新一郎くんのように、あの日に戻りたい、あの頃に戻ってヒナを助けたいっていう思いが強くなったことで、サンズはタケミチを線路に突き落とした。その時にタイムリープの力が継承されて、タケミチは過去に戻っていったのではないのかっていう風に思うんですよね。でその結果サンズの思惑通りキサキはリタイアして、東京卍会もなくなった。そしてマイキーのそばにはサンズがいるという梵天の未来が出来上がったんですよね。ただ最終決戦でのサンズはタケミチがタイムリーパーであることを知らなかったわけなんですけど、そこに関しては特に矛盾は生じていないのかなっていうふうに思って、タケミチに力を託したのは未来のサンズになってくるので、過去のサンズが未来で自分がタケミチに力を託しているっていう、そのことは知らないと思うんですよ。でさらに気になるのは、タイムリーパーが誰かにタイムリープの力を譲った場合に、次の世界線で元のタイムリーパーがどうなるのかっていうところなんですよ。奪われた場合はそのタイムリーパーは死んでいるので、次の世界線でも生きていないっていうふうに考えることはできるんですけど、譲った場合はその人物は死んでしまうのか、それとも生きているのかっていうので、死んでしまう場合なのであれば、新一郎くんはサンズに譲ったことで次の世界線では死んでしまっている。じゃあサンズはなんで生きているのかっていうところにもつながってくるわけなんですけど、サンズに関してはもしかすると譲った場合は次の世界線でも生きることはできるけど、タイムリープに関する記憶だけなくなってしまっているのではないのかっていうふうに思ったりもするんですよね。まあ、まさにデスノートみたいな感じになってますけど、所有権を放棄したらデスノートに関する記憶を失ってしまう。それと似たような感じで、タイムリープの力を誰かに譲った場合は次の世界線での自分はタイムリープに関わる記憶を全てなくした状態になっている。そうなってくると未来のサンズも過去のサンズもタイムリープに関する記憶は全くないっていう可能性もありますし、新一郎くんが自分がやったことと同じことで殺されてしまったっていうのは、あれは奪ったからこその呪いっていうふうに考えることもできるので、このどちらかなのかなっていう感じはしますよね。そうなってくると1話の未来で竹道を突き落としたのはキサキを排除してマイキーのことを支えたかったサンズだったのではないのかっていうふうに思ったりもするんですよね。はい、今回は竹道のタイムリープについてお話をしました。ぜひこのチャンネルがもっと来ましたらコメントよろしくお願いします。ということで今回で良かった方はぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンよろしくお願いします。その他次の動画でお会いしましょう。